さらに2メートル2センチのハ・ウンジュ。ただちょっと不気味な存在ですよね。韓国にこれかなり激しいプレーがありました、はい、球場を作ってスクリーンを掛け合ってフリーを作るということです。またオフェンスファールか、だね、最初からこれは突き飛ばしてさらに体で押してというプレーです、はい、これはやりすぎですね、なんですが韓国ボールが入りません。これはオフェンスファールでしょう。ですよね、なんか韓国バスケットらしくないんですよね、こういうところでセンターが、私たちこういうのよくゴリゴリ系って言ったりしますけども、ここで打てばというところですが、打ってきました。あっと、かなり掴んだり、まあ今なんかもそうですね。4番のキムゴミです。ちょっとおば選手聞きますね。はい、そうですね。これゴール下もかなり当たって、またやりました。これレフリーも相当見てますね、はい、ちゃんと見てると思います。ションソンファは4つで、いやこれはちょっと、あまりファンの質としても